反乱軍は義伊達連合軍を破り彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と義軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため父孫権の説得を試みる。だが無情なる親子の戦いは目前。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。孫家の長としてこれをたやすく保護にすることはできぬ。しかしこのような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと牙を向け。父上、わかりました。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。ふん、やってみるがいい。リクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。成長を楽しみにしているぞ。周遊殿、承知しました。陸白玄、全力で参ります。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上倒そう。殿、わかりました。全軍、進軍を援護してください。せい、消えればいいわ。孫権様、私もお供いたします。ありがとう、レンシ。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主膳殿、帝鳳殿、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、殿が明らかにされるまで耐えん。思ったより敵が少ない。敵軍には周遊殿もいるはず。何かの策だと考えるべきでしょうね。孫権様に会いたいなら私を倒してください。姉上、お任せを。戦いたくはないが仕方ない。ドキナ、孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。好きにやるよ。周遊様のためだもん。ここは通さないから。やればいいわ。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。やっ、やっ、消えればいいわ。手助けしましょう。せい、それかわいがってあげる。はい、せいだ。いや、敵将、叶う相手じゃねえか。鮮やかな武だ。大輪の花のごとくだな。お任せを。敵将、そこを動くなよ。
どきなさい。はぁ、どきなさい。好きにやる。はっはっ、消えればいいわ。はぁ、やっはっはっ、見事に負けちまうとはな。していけよ。引かせたくば力ずくで来い。どうした剣、この程度で俺は倒せんぞ。おとなしくしてね。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。消えればいい。やっ、おう、策か。そうだな、剣の刃にはまだ迷いがある。 やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。分かった、頼むぞリクソン。どきなさい。敵軍の分断は成功したぞ孫策。どきなさい。よっしゃ、このまま押し通せ。私が負けただと。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。参りましょう。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。総員、ひるまずを射せ。その首をおらいゆける。いざ。やった。相手が悪すぎたか。第2陣、出陣せよ。やってんな、俺も前線に出たいぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。
よし、このまま畳みかける。リクさん、奥の手はまだなのか。一息に攻めましょう。わかりました。リクさん、打ち取ったわ。援護しましょう。まだです。もう少し耐えてください。お見事です。私も見習わなければ。敵将、そこを動くなよ。さあ、かかってこい。よし、本陣を叩け。リクソンのやつ、動かねえな。シュウ、伏兵とかあるんじゃないか。リクソンは才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんね。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。太子市議、孫権殿の指揮のもと包囲作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。天人様のこと甘く見すぎたみたいね。子はいつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼む。わかりました、お父様。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう。孫権様、先ほどはリクソンにしてやられましたが、ここは通せません。周囲、私も止まることはできぬ。押し通らせてもらうぞ。太子陣、お前も共に兄上のところへ行くか。喜んでお供しましょう。この屈辱は、いずれ注がせてもらうぞ。なんだ、やりゃできんじゃねえか。やってくれたな、ケン。俺も気合い入れていくぜ。兄上にはまだ及びませぬ。ここは是が非でも通していただきます。大使、いつかの再戦と行こうぜ。孫作殿、一丁やりますか。武をもって存分に語り合いましょう。久しぶりだな、宇治康。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちに着いた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。お任せを。敵将を打ち取ったわ。どきなさい。次にやるやった。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。ああ、見たか、リクさん。俺は家系だけの男じゃない。父上、やっとたどり着けました。成長したな。もはや言葉は不要だ。かかってこい、金。
愛で果たしてあげましょう。わかりました。はあ、結構やるな。その調子でいけ。その寸分台を打ち負かすとは見事なものだ。立派に成長したな、ケン。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、大志爺、お前らと戦えて楽しかったぜ。ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。中でもリクソンとウジアス殿の尽力があってこそです。うん、リクソン、君の成長には驚かされたぞ。いえ、ウジアス殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな、虎と戦えると思ったら浮かれてついめかし込んじまった宇治安は相変わらずだな。俺も一度本気で戦いたいと思っていた。願いが果たせて嬉しいぞ。父上、ところで信長の狙いは何かご存知ですか？俺の口からは言えん。だが信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、力を貸すことを決めた。信長のやり方が気に入らぬのなら納得いくまでぶつかり合うがいい。真意が知りたいなら何度でも本人に問いかけよう。それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。納得いくまで何度でも。孫文代、武門の王者として乱世を切る。くそ、孫博、行くぜ。吸陽鬼孫昌公、いざ出陣なんてね。主公金、戦場に勝利の調べを。私頑張っちゃうよ。私戦います。これも愛ゆえですね。織田軍がすぐ近くまで攻め寄せているとのこと。なんと父上が。明智光秀、魔王の側近か。こちらの著しい戦力増加を危ぶんだのかもしれぬな。だったらきっと真っ先に腕輪の持ち主が狙われるわね。え、私ですか？ああ、間違いないだろう。信長、そしてゼウスと戦う切り札、何としても守り抜かねば。はい、力いっぱい頑張ります。父上には久しくお会いしておらぬ。わらわも行くのじゃ。
みんなの力になりたい。私たちの慈しみの心、皆に知らしめたいわ。吸妖鬼総将校、いざ出陣なんてね。見てて、乙女の心意気。やったわ。私真のさ、うまくいって安心したわ。この周黄金こそ、うん、この喜び、音曲に奏でたいほどだ。高等の虎、孫上出来だな。見たか、孫伯、うっさ、うまくいったぜ。私が真の三国武装です。やりましたね。嬉しいです。私が真の三国武装らしいわね。俺の剣こそ天下無双だぜ。いい調子だ。このまま行く。
ー